さて今回はですね、こちらの書籍のですね紹介をしたいと思うんですけれど、講談社から出てるですねウルトラ特撮パーフェクトムックボリューム3のウルトラマンティガ編なんですが、8月6日発売で定価は630円だったんですけれど、こちら今ねウルトラマンファンの間ですごい話題になってるんですけれどね、2ヶ月くらい前から出てるウルトラシリーズのムック本なんですけれどね、ボリューム3ウルトラマンティガなんですけれど、今回なんでこのね、本を紹介したかっていうと、ウルトラマンティガ窓か大吾隊員を演じている V6 の長野さんですね、インタビュー受けてるんですよこのムックの中で。まあ皆さんご存知だと思うんですけれど、 V6 の長野さんはねなかなかこういうインタビューっていうのがやっぱ他のウルトラマンの俳優さんと比べると少ないんですよ。すごく少ないんですよ。多分最後に答えたの本当いつなんだろう、ウルトラアクトの時ぐらいかなってぐらい少なくて、もう2020年現在のね長野さんのインタビューが見れるっていう、もうそれだけでもうすごい買う価値のある本なんですけれどね。あとは他にあのウルトラマンティガのですね怪獣とかメカとか、あとはティガの解説なんかが載ってるんですけれどね。ぶっちゃけ結構話自体は聞いたことある話も多いんですけれど、あのやっぱり長野さんのティガに対する思い入れとかがすごい感じられて、僕もう買ってよかったですねこのムック。そう、あとはね矢住隊員、あの一時期矢住隊員ってあの存在が消されてたんですけど、ちゃんと矢住隊員も触れてますんでこのムックは、はい、この辺もしっかりした本ですね。あとはね巻末にウルトラマンティガの玩具に関わってた方の、まあ、インタビューも載ってるんですけれど、ティガのおもちゃに関する逸話が載ってて、これも初めて聞くような話が、こっちはね結構初めて聞くような話が多かったんでね、特にこのスパークレンズにまつわる話が載ってるんで、ぜひこれはね読んで、必見ですので読んでいただきたいなと思います。せっかくなんで同じタイミングなんでもう一つウルトラマン関係の本で最近出たもので紹介したいんですけど、このゼロベリアル10周年記念読本ですね。ウルトラマンゼロと、まあ、ベリアルのですね10周年を記念して、まあ、それまでの、経歴というかゼロとベリアについてを、まあ、ウルトラマンゼロに関わる俳優さんとかが、スタッフの方がね紹介してる本で、これもねなかなか熱量のある本だったんですけれどね。特におつちさんのインタビューが僕はすごい良かったかな。あのいろいろジードの裏話とかが載ってて良かったですね。一点ちょっとだけ大人の事情を感じたのが、まあ、ウルトラマンゼロウルトラ銀河伝説ですねに関わる、まあ、あるスタッフについてはほぼあのスルーされてるっていう、ちょっと大人の事情も感じるんですが、こちらもまあちょっと合わせておすすめしたいですね。